こんにちは、すみです。先日ついに三男が1歳の誕生日を迎えました。三男初めての誕生日、そして我々親にとっては我が子たちの最後の1歳の誕生日。今回はそんな三男1歳のお祝い Vlog です。今日は三男の1歳の誕生日をお祝いすべく、両家のじいじばあばが集結してきます。両家のじいじばあばともが気兼ねなくくつろげるように、そして1年間の子育てを頑張った自分たちをねぎらう意味も込めて、長野県内の温泉旅館を予約しました。1、2、1、2、優しそう、ゆっくりゆっくり、1、2、1、2、ママのトンネルをくぐって。近場の温泉に行くたった一泊旅行なのに、この大荷物、荷造りが大変すぎる。あ、何に掴まれたの？かわいそうに引っかかれた。めっちゃの爪にね、ポンってやられた。あ、よく我慢した、偉いぞ。偉いな、お前じゃ本当に我慢してんの。いつも長男と喧嘩ばかりで、叩いただの叩かれただのギャーギャーしている次男ですが、決して三男に怒ることがない、本当に立派なお兄ちゃんに成長中です。さてさて、お昼を食べてやってきました。本日のお宿、長野県の南の方、昼神温泉にあります、ゆらの宿西風園です。マキマキして、マキマキして、マキマキね。ふちゃん、いい？パパとママは砂のお風呂に行ってくるから、リグちゃんお留守番すんなよ。リグにお留守番すんなよ。来て早々、主役なのに岐阜のじいじばあばに預けられる三男、そして孫の面倒を押し付けられるじいじばあば。ちなみに岐阜のじいじばあばは昼過ぎに砂塩風呂体験済みでございます。おかんとおとんは砂塩風呂へいざ入室。一連の流れをお話ししますと、体に良さげなお茶を飲ませてもらって、砂かけられて最大15分砂に埋もれて、それからシャワーで砂を洗い流して、また浴衣を着てソファーでゆっくり休憩しながらお茶を飲んで整うという感じです。こちらが入浴前にいただいたお茶。これどうなの？かわいい、こっち見て、いっちゃん。いっちゃん、浴衣かわいい。砂塩風呂堪能後は館内を散策しました。ちょっとさ、砂塩風呂について語っちゃっていいですか？控えめに言ってめっちゃ癒されました。砂の重みがなんとも心地いいし、全身が心臓になったくらい手足がドクドクしたんですけど、それが全く苦じゃなく、むしろ具合がいい。入浴後の整うタイムが本当に最高で、3種類のお茶を用意してくれていて、そのお茶を飲みながらリクライニングソファーに座ってのんびりと過ごすんですが、あれ、あんまり汗かいてないかなと思いきや、立ち上がったら浴衣がビッびちゃびちゃになるくらい汗が出ていてビビりました。そんな汗がなんか知らんけどお肌にいいらしいです。砂塩風呂後、鏡を見てびっくりしたんですけど、朝鏡を見た時には顔面肌荒れで赤みが出ていたんですけど、肌荒れがすっかり落ち着いていたんです。マジでビビった。その辺のフェイシャルエステよりもよっぽど速攻で絶大な効果を実感しました。取れたやん。夜ご飯ごちそうでしょ？うん、そうだよ。だから夜ご飯まで。ダメ。もう完全にデトックスって感じ。若い頃は岩盤浴とか行ってもデトックス感感じなかったんですけど、砂塩が良かったのか、はたまた年を重ねてあんまりにも体が毒素にまみれていたのかは分かりませんが、とにかくすごかった。この興奮をどうしても伝えたくて、1歳の誕生日と全く関係ないのに長々喋ってごめんなさい。あの電気が灯ってる提灯みたいなとこ、
赤ちゃんがいると大浴場でゆっくり入浴するのが大変かと思ったので家族風呂を予約してご飯の前に入りました。違うのれんのとこ、のれんってこのビロン。おかげで三男もゆったりと温泉に浸かれました。三男袴にお着替え。さてさて1歳のお誕生日といえばそう一生持ちと選び取りですよね。選び取り一生持ちでご機嫌を損ねないように先に選び取りをしました。選び取りはこの子の将来を占う余興でございます。リクあそこにいいのあるよ。リクじゃないのあそこ行くの。ママが欲しいよ、ママが欲しいよって。おいで、はい、10円です。これはおいで、ただです。え、リクちゃん頑張って。これは10円です。はい、リクちゃん頑張って。すごい、見えない、映らないんだ。やばい、ボールが。おどいて、頑張って、リクちゃん頑張って。お、どれだ？お、お、ブレーダーです。まだ確実。三男は電卓をチョイスしました。電卓は商売人になる、計算上手になるっていう意味を込めています。もう私もボールだと思った。余興は何回やっても楽しいということで2回目もやりましたが2回目も同じく電卓をチョイスしました。三男は将来何か起業して商売人になるかもしれません。財布はいくらなの？財布5円。安い。お次は一生持ち。これは無理だ、重い本当に。ちなみにお餅は近所の和菓子屋さんで注文してついてもらいました。リク、ここまでおいで。リク、かっこいい。かっこいいよ。リク、おいで。お、すごい、すごい、すごい。よいしょ。垂れ下がってきた。やったよ。泣いてたよ。あ、頑張る、頑張る。こっちまでおいで。頑張って。ちょっと教えてやる。あの、餅をちょっと支えてやったら。あ、すごい。これで彼は将来一生食べ物に困らないことでしょう。っていうかそうであれ。お待ちかねのごちそうタイム。ありがとう。こぼさないように気をつけてよ。ありがとうございます。これあれじゃない？ゆとごりじゃない？これ美味しいよ。それができると出世できるよ。出世ってね、お金がいっぱい儲かる。なんでパンツなの？パンは見せてる。途中で止めるんだよ。ストップストップ。この昼神温泉があるあち村は日本一星空が綺麗な場所なんですが、星空を見るために他のお客さんたちが早々にご飯を食べ終えて、隣の個室も早々に静かになり、お宿の方々もとってもアットホームな雰囲気だったおかげで気兼ねなくのびのびと賑やかに過ごさせてもらえちゃいました。えーちゃん、なんて言って流してもらったの？えーちゃん、浴衣どうやって言って脱がしてもらったの？あなた。まだ始まってないよ。脱がせてって。さすがだわ。長男は長男でトイレに行ったっきり戻ってこないなと思って見に行ったら、
厨房のお姉さま方と話し込んでいたりして成長っぷりを頼もしく思ったのでした。さてさて、子供たちが寝静まった後はお待ちかねの私の温泉タイム。ただいま入浴後のんびり涼んでいるところ、昼神温泉のお湯は美肌の湯って言われているらしいんですが、トロトロヌルヌルしてるから化粧水に全身が入っているみたいな感じで、もう顔にバッシャバッシャとかけました。マジで癒されたし、マジで肌ツヤ良くなりました。次の日の化粧のりが全然違って、砂塩風呂プラス美肌の湯最高すぎ。バーバもね、肌がツヤツヤになって確実に若返っていました。翌朝は川沿いをお散歩、温泉に入ってのんびりゆったりしてごちそうを食べて、せせらぎの中散歩して、育児を頑張ってきた自分への最高のご褒美になっちゃいました。みんなで三男の成長も一緒にお祝いできました。これからもとにかく元気で健やかに成長してくれることを祈ります。最後に三男が生まれてからの1年間を振り返って動画を締めくくりたいと思います。
見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。